どうも、こんにちは、トミーです。お疲れ様です。今日はですね、サミーのショールームにお邪魔しまして、何をやるかってことなんですけども、超ディスクアップ選手権、しかもいろんな法人さんとの対抗ですね。対決で、まあ、我々のその機構な内での予選ということで、はい、やらせてもらいますから、はいはいはい、今日も順調に噛みまくってますね今日は皆さん、そうそうたるメンバー集まってますんで、そのあたりもちょっと後で紹介したいなと思うんですけども、やっぱディスクアップといえばね、まあ、皆さんねご存知だと思いますけども、路上のディスクアッパーということで、あの方呼びたいと思います。はい、クワマンさんです。はい、はい、はい、どうも、バッシュ TV の路上ディスクアッパー、クワマンです。よっしゃー、お願いします。ちょっとクワマンさんも初対面なんですけど、はい、あなた別に路上のディスクアッパーっていう通りなんじゃないでしょいや、まあ違うんですけどツイッターでね、そうですね、ちょっとあディスクアップ実況置いて売ってるやつをツイッターであげたら、はい、ちょっと燃えたっていう。いやでもそれ言ったらトミーさん、なんかあのね、サムのモノマネした裸のこんなやってた、そうそうそう、それあげたら昨晩ですよ、ね、奥さんになんか泣かれたっていう。だから家帰って泣いてましたねね挑戦者いいよ、よし。加藤崎副主任はこの日のためにアプリをダウンロードして猛練習してるんですよ。はい、どれぐらいを出るんですか。最高は8000くらいです。おー、でもまあ、いや、うまい、うまい、なかなか頑張りはったんちゃいます。はい、緊張してます、はい、緊張してます。一番なので。そうですよね、そうですね、はい、トップバッターなんでね、気を合わせて頑張ります、はい、では、行ってこい。頑張ります。はい、どうぞ。挑戦者いいよ。コメントもいただいてまして、歌押し、かっこ笑う、頑張ります。え、それなんで笑ったんですか。なんで笑ったんですか。一回やったことあるんですけど、まあ、敵で650点だったんですよアフロ取れそうになった。でも、今日練習させてもらって、はいはい、2800点だったんですよ。だいぶ成長してる、急上昇ってことは、本番ではまださらに見えると思います。ありがとうございます。はい、はい、それでは頑張ってください。頑張ります。お願いします。いきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。挑戦者いいよ。よし、カドマから世界へ、下手くそなりに頑張ります。よっ、はい、お羽ばたけます。羽ばたきます、はい、点数はどれぐらいですか。最高で1万強。おお、これはちょっと期待できますね。しっかりと自信持って、はい、いつもあれが出ればいいかなと思いますけどね。頑張ります。はい、頑張ってください、はい、では、行ってこいよ。挑戦者いいよ。コメントは、頑張りますっていうことで頑張る文章でまさかどもるっていう。そうですね、気合は十分なんですけど、そうですね、なかなか難しかったです。どれくらいでした。いや、でも6000ちょっとぐらいしか出なかったん で、まあ、で下が200とか200ですか。200、だいぶ振れ幅大きそうですね。これも当たれば結構いいとこ行くんじゃないかなというところね。一発ね、ドカーンと跳ねる可能性秘めてるドブドブレすることになります。はい、そうですね、行ってこいよ。男性はですね、もう予選をやってまして、なるほど、予選順の紹介となります。おお、挑戦者いいよ。お願いします。よし、予選の点数は22010点。おお、はい、で、コメントが可能性の獣。え、中二病かなんかこの筋肉の躍動でぜひ3万点超えをやめとけ、もうパワハラやで、パワハラやで。ということで、ありがとうございます。じゃあこっちに行ってもらっていいですか。もうこっちですか。あっちですね、はい、はい、頑張ります。頑張れ、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はいはい、挑戦者いいよ。予選の点数は22250点。すごいな、これまた。コメントは全速力で走り抜けますということで。走り抜けれるのかい。でも走れていい。終わり。もうちょっとだけ、ちょっともうちょっとだけ走り。終わりで。メガネもなんか雰囲気も似てますよね。メガネ、この前のやつのレンズ入れ直したばっかり。見えやすい。はい。パーマンさんもこのメガネの人、メガネかけてる。そう、僕この奥に。
あのグラさんの奥メガネなんで、はい、二重メガネなんですね。一緒ですね。ちょっとかけてみます。あ、いいです、はい、それこれモザイクですよ。もうよかったな。ここモザイクちゃいます。大丈夫ですか。あ、クワーマンや。あ、路上ディスカッパー。やったー。なんか悔しいかな。もう悔しいからもうさっさ送り出しましょう。はい、もう行きます。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと今滑っていきましたけどね。つるつるってなって。挑戦者。いけよ。よし、お願いします。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 目指せビタ押し気候なナンバーワンということで、はい、予選の得点は 22,690 点。はい、はい、予選2位ですけど、2位やから1位目指す。そうですね、はい、より上に。はい、この見た目がうまそう。なんか結構いい体してますよね。そうですね、入社して30キロ超えました、ね、ジャイアントファンです。そうですね、どっちでしょうか。いじりが雑なんで、もう行きましょう。いじりが雑なんで、お願いします。はい、お願いします。頑張ってください。挑戦者いいよ。これ予選の得点がですね、なんと 36,540。 ありがとうございます。36,000、これを叩き出すぐらいなんで、コメントがスタッ。 スタッ。 ちょっと言葉でちゃんと表現してみて。スタッ。この音はわからないってことだね。もうそれはもうスタッカンぐらいの。いや、もちろんですよ。だからディスクアップこう来てるんだったらそれぐらいの勢いでちょっと来てもらわないとあるんですけどね。スタッ。ああ、そうだろうな。ブースタッ。え、おお、スタッ。違う。スタッ。ありがとうございます。やりましょう。はい、最後だってください。待ってください。それではです、まずじゃあやっちゃいます。僕らのまあデモンストレーションというか腕鳴らしというかね。そうですね、まあその選手がやる前にちょっと僕らがやっぱね盛り上げ役というかね、うん、ですね。こんなもんやぞお前らっていうのをちょっとやっぱね、一応最初にね、うん、超ディスクアップ、まあもう皆さん知ってると思うんですけど、優勝するために欠かせない4つのポイントありまして、はいはいはい、1つはスピードで、次正確性、連続性。連続性ね、これはね、正確無比なビタ押しを連続で決めるほど加算されるボーナスポイントアップで、4つ目にスローン、この4つが優勝するために欠かせない4つ、必要だということですね、はい、うん、そこに路上はないんですか。路上は入らない。また燃えますよ。パンツ一丁も入らないです。おっさん二人ちゃんとやれよ本当に。はい、じゃあそういうことで今日はよろしくお願いします。では早速デモンストレーションいきましょう。それではあの選手の皆様の紹介が終わりまして、ではいよいようちのトミーとクワーマンさんのデモンストレーションという名の対決というかやっていただきたいと思いますので、じゃあクワーマンさん何かコメントをいただけますか。まあ僕も一路上ディスクアッパーとして27年間打ってきたものとして、やっぱこう格の違いをね見せつけてやる。はい、以上です。ちょっとトミーと同士の匂いがするな。じゃあトミーもちょっとここは応戦しとかないと。ええ、ね、こんなに皆さんやっぱ気候なのね、若き志士たちが今日こうやって集ってるわけですから、私が先陣切って背中見せないわけにはいかない、うん、だからこれやりますよ、うん、手が折れようと腕が取れようとね、やりますからね。みんな見とけよ。キャラがわからない。もう何キャラなのかさっぱりです。じゃあ、まあ、行きますか。もうごちゃごちゃうるさいんで一発目いきますか。はい、はい、ちょっとクワマンさん素人じゃないんでちょっとボタン押してもらっていいですか。あ、すいません。はい、それではデモンストレーションスタート。これね、やっぱ緊張しますね。結構でもスピード感のあるいいバトルですよ。あ、いいですか。はい、負け、失敗してもくよくよしない。なるほど、次って感じで。はいはいはい、あお、これぜひ選手の皆さんに、ね、見ていただきたい。そうです。もうクワマンがなんかちょっとノリ入れるぐらいの余裕ありますね。割と体揺れるんですよ。はいはいはい、はい、動いちゃうタイプ。アフロは立てじゃない。あお、トミーなんか背筋ピンとしてものすごい真面目ですもん。あ、ちょっと枠したて。こんなんある。おー、ちょっと緊張してるのか。ダメだったらね、トントン拍子で。これも諦める力。はいはいはい、
っちゃう。どんどん行く、どんどん行く、どんどん来い、どんどん行く。トミー、あとマイクがむっちゃ離れてるんだ。黙ってな、分かった。どんどん行く。面白いこと言え。これ最後。はい、グアマさん先終わりまして12,840点。そしてトミーが続けて11,600点。はい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 。まあなんかあれですね、2人ともちょっと中途半端なってますよ、ね、面白くもおかしくも何、はい、中途半端な。もうあれずら取った。いやもう帰ろうかなって。今から今から今からですよ、帰る準備。はい、ちょっと弱かった、すいません。はい、おわずかに上げてきましたね。そうですね。それではラスト、はい、スタート。よいしょ。そこやで、トミー。トミーはね、ちょっと特別なのに代表が決まってるんで。そうですね、ちょっとね、思ったように止まらない。どんどん調子悪くなってる。なんでなんですかね、やっぱり都市なんで目が耐えれない。3回目になってきたらもう目が耐えれない。眠たくなってきてるよ。ナイス。グアマンさんとかもやっぱりそれでご飯を食べてるものとしてやっぱりね。あーあと1回。なんか今すごい辛辣な言葉が。めちゃくちゃ動揺するんですけど。ダメです。すいません。ああ最後ミスった。ディスクアップ今日初めて打ったんで、まあ、もうそれにしてはまあ1万点。ああでもなんや言うて3回目上げてきましたね。ちょっとちょっとずつ。はい。でもグアマさん、それではうちの獅子たちには勝てない。そうですね、予選の点数に多分追いついてないっていうね。いやでもデモンズルさんありがとうございました。どうですか、グアマさんやってみて3回。いや実は僕ちょっとここ来る前にちょっと実機違うところでちょっと打ってきたんですけど、それでもやっぱここに座ると緊張とかもう全然ちゃいますね。いかにやっぱ平常心で打てるかが大事かなっていう。はい、メンタル、メンタルですね。もうぶれない気持ちというか、あんまいい点取ろうっていう感じだったら失敗するかもしれないですね。ちょっと何言ってるか分からない、うん、そのために来てるんですけど。それ以外に何をするんですか。そういうまあ、そうですね、わかりました。はい、はい、この2人にやってもらったのが間違いだったと。ありがとうございました。はい、では関東ではもう予選を終えておりますので、その様子をですね今から皆様に見ていただきたいと思います。どうぞ。メガガイア中店の井上です。頑張ります。 Come on, DJ。
おお。おお。伝わりますね、はい、すごいいいですね、はい、そうですね、3回あるんで、はい、まあ、1回目は本当に鳴らすぐらいの気持ちで感覚つかむように、うん、一応あれですよ、目押し時間1分であの第3ゲームで止めたところは休憩できますから、ね、あ、そうそうそう、1分間ですけど持ち時間休憩も目押し時間いきますよ、はい、よーい、はじめ
喋らない緊張がいますよ、じゃあ掛け声でね、よーい、ドン。一発目をね、それより難しい。そうですね、だったらミスりますから。あのね、テンポ振ってもいいかなと思いますね、僕は。あの、あかんないやつはもうパクパク飛ばしていくみたいな感じで、テストでもよくね、あ、この問題わからんから後回しやみたいなね、そういう感じかなとは思ってね、思わず。あ、このあとボーナスズララが出た時はちょっと驚くかなって。だから揃えると1000点と1500点ですよね。しかもまあ目安目、ちょっと目安目っていうのがあって、うん、しっかりいきたいですね。あれもね、これも運なんで、何分目使ったかな、はい、出る、ね、ですよね、はい、この辺の、まあ、運の要素もちょっとあるのかなというところではありますけど、じゃあビタで、はい、ビタの範囲もちょっと光源違うんです。あ、そうで、はい、エクセレントとグレイズ、何ビタ、両ビタ、長ビタとって、だからコマ数ですね。そうですね、ずれたコマ数、コマ、ビタは難しいですね。ちょっとエンジンかかってますね。いよいよ、そうですね、そんな感じが、そうですね、緊張がほぐれてきたのかなという。まあ、カメラ向けられるね、はい、山口さん、さっき終わりました。2560点、ナイス。寺西さんが5780点のということで、おぉ、グッサン、ちょっと気合い、気合い、まあ、0点は下げましたね。これけど、タイミング押しと、はい、本当に見ておくのヒントね、あ、調子いい、自分のタイミングなんで。なるほど、クワマンさん言うて僕らより6つか7つ上ですね。僕ら同い年ですから。あ、そうなんですか。あ、一応、はい、ちょっと持ちの気ができるけど。そうそうそう、いやいや、いついつか、そんなそういう年齢したかってやめてください。アプリで練習してはったってね、言ってましたけど、どうなんですかね、聞くんですかね、そのなんかアプリ、まあ、リーグを終えるとかね、イメージ的にはいいんでしょうけどね。やっぱり実際に行ってみると、ちょっと違いますね。あ、寺西さんがさっき、おー、負けた7980、グッサン3170点、 OK、 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 いい感じで上がってきますよ、皆さん。なんか9位を泣いても笑っても最後のね、3回目チャレンジ、そんな気しますか。みんなそれで不調になる。なるほど、僕ちょっとやめとかね。黙っとこうかな。でも最後なんで思い切って楽しみですね。そうそうそう、このままでも楽しみですね。いやいや、本当に結構遠いところ行ってもらってますからね。そうそうそう、お、チャンス、チャンス、あ、ピンチ。ピンチだよ、急にピンチだよ。分かりますよ、カメラ当たってるだけで全然違うんですよ。いやー、そうです、それでもこんだけやれてるからね、素晴らしい、素晴らしい、0点以外は素晴らしいと思います、本当に。頑張って最後までね、諦めてやってほしいですね。この曲がかえってアップテンポになってるもんね。これがまた焦るようになるんですよね、これ。呼吸まで変わる。はい、終わりました。お互いちょうど同時に終わりましたね。グッサンが3340、テレス9320。惜しい、惜しい、素晴らしいですね。いやー、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは関東大会で男性の様子を見ていただきたいと思います。どうぞ。勝田駅前店西野です。本戦出場を目指して頑張ります。
総武大店の小倉です。1位目指して頑張ります。西野さんが 25,630 点でカズル1位、東武大店の大黒さんが、25,470 点の2位ということで、すごい入れです、入れるんですね。100何点差でなんですか。いやいやいや、これけどありますよ、うちだって。これ超えてもらいたい、超えてもらわなあかん、はい、うん、ところですね、といったことになっております。女性陣が見守ってますからね。うん、これちょっと待ったな。はい、見たまねえじゃん、かき声で始めてください。うぜー、よーい、スタート。はい、呪いの声だ。おー、すごいね、いきなりですね。早い、さすが我こそはと思って出てきてるメンバーですね。自分のホールにこんなこと言えですもん。どういうこと。レベルが高すぎて、あと割り上がるわ。そういう心配です。いや、速いっすね。でもスピードは、スピードも高いですからね。テンポというかね、なんか女性の体重もね、しなやかに。ああ、そう、それはそう決まったね。でも男性にはなんか、まあ、サッカーにしてるや、あーあ、ぽいぽいね、スピードがね、上がってくる。お二方ともレベルアップしました。はい、しっかりとね、確実にいってますね。レベル3は難しいですからね、抑えてますね。でも全部あるんだ、でかいですね。ほぼありますもんね。おぉ、17,550 点、13,650 点。あれ、ちょっと納得いかないじゃないですか。どうでしたか。いや、そうですね、納得まあ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 、まだ残り2回全然大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。まずまずまず、はい、じゃあトミーライズで始めてください。スタート。よろしく。あ、だから調子いい感じですよ、これ。そう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 、これが、ね、本来の彼らの力です。あ、惜しい。早くもレベルアップしました。はい、特にね、ボーナスドラは本当に何回も言いますけど、落ち着いているので。そうですね、それは抑えておきたいですね。カツオの今持ちします。あ、落ちた。あ、惜しい。あ、わかるよ、気持ちは。
たからね。あと桑山さんのおっしゃってます、クラコンとかね。そうですね。タコスローとか。そうです。やっぱビーマックス。あ、ちょっと話ですよね。大花ビーマックスね。はい。あ、来ましたよ。あれ、来ます。あれ。ちょっと納得じゃないかな。お、2番、おお、素晴らしい。2番超えましたね。スリーナイス。さあ、じゃあ3回目いきますか。それではラスト、いきましょう。あ、落ちてる。マジで今ちょっとフリーズしてません。ちょっとすいません。ここに来て、自分の役割忘れる。スタート。最後はかっこいいな。いや、もう思いっきり行ってくれ。だから初代ディスカップもよく出してもらいましたね。あ、そうだ、これめっちゃ面白かったですね。どうなんじゃん。 AR ね、ちょっと寒いですね。ハードボイル、こっちの後に出たね。おー、A 代しか出なかった。ハードボイルはね、もう思い出の機会。島君さん、島君さん、あれは震えました。震えましたね。それぐらいいい代でした。いいんじゃないですか。結構成功してる。どっ、2番目、おい、君は残ましたよ。わー、しっかり仕事したね。ありがとう、ありがとう。そしてシャスリンが15450、1万5450点。お疲れでした。じゃあ大丈夫ですかね。はい。じゃあトミーの掛け声でスタートしてくださいね。ジャンクスローズ。いいですか。わかんない。スタート、はい、どうぞお願いします。監督頑張りましょう。この前に影響されてる。早っ。早いですね。すごいな。おお、スライド。こんなに横に打たれて嫌やもんな。ほんまや。うん。ちょっと大勢ね。すごい。さすが人が出した。ね。本当に好きなんだなっていうのがね、感じられますね。懐かしい。裏技も使いましたね。
お、吉井もちょっと高級店が届きましたね。あっ、チェリー付きの7じゃない。あ、すごい。あ、終わりました。同時で終わって、おー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 、ポイント、便乗ポイントです。いや、吉井チームもすごい、素晴らしい。惜しかったね、2万点もう少しってところでしたけど、いや、素晴らしい、素晴らしい。じゃあ、泣いてもらってもいい。そう、大ラスですね。大ラスです。はい、いきます。アタック25。あ、どうぞ。はい、どうぞ。もうトミーか、あの松田さんの岡田感のマシになっていくわさ、ゲームが。そうだね。あの結果発表しましょうか。そうです ね、 ね、はい、まずでは非公な社内決勝女性部門ですけども、しべ店の加藤さんが最高得点6970点、よいしょ。キセラ川西店の杉山さんが1850点、よいしょ。0点もありましたね。0点もね。はい、門真島頭店の寺西さんが9320点、素晴らしい。姫路駅前店山口さんが3340点、よし。ということですので、女性部門は残念ながら関東の MG 中でイガリさんに勝てずということで、残念ということですけど、ではじゃあ続いて男性部門なんですけども、はい、宮川市駅前店の西原さんが23920点、おめでとうございます。阪急茨城店シラスさん2910点、おい、おい、2万点台。川西ライン店吉井さん19720点、そして天ヶ崎中央店田波さんが32160点、いい。ということで、勝田駅前での西野さんが25630の総武大殿の大黒さんが25470なので、畳さんは決勝進出ということで、おめでとうございます。ございます。では1位の畳さんに何か、あ、なんかちょっと商品があるということで、サミー様から特別に本日いただいております、このシーズンにぴったりのニット帽。どのシーズン、どのシーズン。ディスカップニット帽ですね、これ。これメルカリですね、これ。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、カホ、カホということで。あ、おめでとうございます。一応僕からも、おっと。マスク、ボインデーマスク。ボインデーのマスクを、3万点ね、行って、こう、得点もボインデーやったんで。なるほど。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあちょっと決勝いけるので一言もらっときますか。はい、まあ、ちょっと今日結構緊張してだいぶ慣れなかったんですけど、まあ、次回その決勝ですね、
他方陣と戦うときはもう集中力バリバリにして、挑みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや本当にあの皆様本日はありがとうございました。これみんな志願でやっていただきましたが、なかなかこうカメラの前で、ね、やるのが苦手だって方もいらっしゃいましたけど、それでもね出ていただいたことにはすごい感謝しておりました。我々がねパチンコ業界で働く以上はやっぱこうやってねスロット好きやったりパチンコ好きじゃないとやっぱりいたのかなと思ったりもしますし、やっぱ皆さん本当に好きだなっていうのをねあの感じれたそんな一日ではなかったでしょうか。はい、でまだ本戦がありますんで、ね、貴重なあ代表として我々ちょっと行ってまいりますから、本戦のこの大会の様子もですねぜひ皆さんご覧いただきたいと思いますし、はい、もうこれはもう僕ら勝ったも同然だなというふうに感じております。じゃあゲストに来ていただいたクワマンさんからも一言いただいていいですか。あはい、そうですね、まあ、あのちょっと得点は不甲斐ないかたじけない結果だったんですけどもまあでもこうやってあのやっぱり僕もキコナさんに、まあ、お仕事で行かせてもらったりプライベートで行くんですけど、やっぱこんだけねこう集中してすごい好きな人が働いてくれてっていうのはなんかそう嬉しいし、うん、でやっぱりあの楽しいと思うんですよ超ディスカップ。ちょっと緊張も今日はあったけど、まあ、だからまたね次は高得点出しやるみたいな感じで、まあ、これからも一緒に、ね、楽しんでいけたらなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっとなんか赤い服着てる割にはキャラが定まりきらなかった今日の一日を総括してトミーさん締めてください。はい、じゃあ皆さんじゃあおーって言ってください。僕が言うから、うん、おー言ってくださいね。ニューヨークへ行きたいかおー最悪です。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。